ましたモジャンリポートです。今回はですね、前回といいますかだいぶ前に1回やりまして、実は評判が良かったニュースミックスゲームをやりたいと思っていますが、となるとやはりアシスタントはこの人、古川哲也さんです。よろしくどうぞ、ね、これもまあ1年ぐらい前ですかね、すねもうやったので、ニュースをですね、上の句下の句に分けまして、はい、まあ、いわば主語と述語なんですけども、はい、それを、まあ、今こうカードとしてね、我々、ね、哲也君には上の句を持ってもらって、はいはい、僕は下の句を持ってます。わかりました。これシャッフルシャッフルして、シャッフルシャッフルで、で一斉性のせいで出した時に絶対に聞いたことがない新しいニュースがそこに生まれているよっていう、はいはい、前回そうでしたね、ということで、はい、そのニュースに対して俺たちでツッコミを入れて遊ぼうぜっていう、そんなニュースリポートになってます。わかりました。たまにね、そのトピックスを知らないときちょっと恥ずかしいことになりますんでね、それもちょっともう、はい、で、あのちゃんと普通の上の句と下の句が整合してしまった場合面白くないんじゃんね。はいはいはい。だから決して合わないように今回作りました。あ、そうなんですか、うん、あ、もうバラバラにしてあるんですね、うん、あえて。だからそこの上の句に合う下の句はこっちには入ってません。なるほど、わかりました。ということになりますので、了解です。早速、じゃあ先に僕いきますね。では、せーの、せ、橋本大阪市長が東京都知事選挙に出馬。これはちょっと微妙ですね。おい、すごいことになったぞ。これは微妙ですね。橋本市長は、はいはい、昨日、おとついですかね、はいはい、突然記者会見を開いて、うん、大阪都構想の、うん、ために出直し選挙をしますということで、大阪市長を辞めましたね。はい、と言っておきながら来週東京都知事のもうでも現実的には難しいんですけど、それしたらもう本当橋本すごいですね。橋本さんはすごいです、大物です。大物というか、これ出してくるあたりがもう本当やっぱ持ってますよね。すごいね。こんなキワキワのところのインターネットラジオでもこんなウルトラシーを見せてくるというね。いや、すごいのいきなり出ました。出ましたね。正解ちょっと突っ込みづらいですよね。大騒動、はい、大騒動。これが本当だったらもう大変なことですね。すごいのちょっと次じゃん。はい、わかりました。はい、はい、では、せーの、宇多田ヒカル、ソチ五輪に出場。なるほどなるほど。なるほどなるほど。何の競技なんだろう。なんでしょうね。なんでしょうね。すげえ。リエージュですかね。リエージュ。リエージュだってあのすごい。ああ。ボブスレー。ボブスレーみたいなやつですね。はい。まさかフィギュアとか。そうですね。もうさ、なんかこうなかなか。マニアックで競技人口が7人とかのこうなんかマニアックな競技があるんでしょうね、きっと。こういうところで宇多田ヒカルなんで入ってる。宇多田ヒカルはイタリア人のシェフでしたっけ。何でしたっけ。そうですね、なんか普通の方と再婚されましたよね、ついこの間ね。はい、なぜか南海キャンディーズの山ちゃんに祝福が来るという。そうそうそう。ね、なんでですか。昔山ちゃんイタリア人っていう名前のグループ名、ピン芸人グループ名かな、やってて、イタリア人と結婚ってなった時に、山ちゃんと結婚なんですかってこうやたら言われたらしく、へぇー、違いますと信じることがあったという。なるほどなるほど、はい、まあそういう細かいところついてきますね、南海キャンディーズの山ちゃんも。ということで、なかなか面白いニュースが、そうですね、はい、はい、では、3つ目、はい、いきましょうか。せーの、はい、田中将大、笑っていいと思うの後番組の司会者に抜擢。抜擢。アメリカに行かない。そうですね。アメリカ行くのやめましたか。アメリカ行かずに笑っていいと思うの後番組の司会者。っていうことは、ニューヨークヤンキースの年俸よりも後番組のギャラの方が良かったってことになりますね。ある意味そうなのかな。ですね。実は。もしくは佐藤真綾が行きたくないって言ったからですね。あ、日本にいたい。やっぱりね、おバカタレントの。まあ、一門ですから、メイン活動やっていきたいもそうですし、ちょっと英語なんか喋れませんよと、うん、人生不安を感じました、アメリカでの生活に不安を感じましたと。あんなにご飯作るのが絶賛されている、うん、そうですね、嫁なのに、美しすぎるというふうに評判もありましたから ね。ちなみにこれ、笑っていいとも夏番組、司会者に抜擢したのは誰でした。これは坂上忍さんですよ ね。はい、もちろん芸歴43年でしたっけ、はい、すごいよね。そうですね、出方がね、もうで半年で150本出演したらしいです ね。ものすごい、ほぼ毎日ですよね。だからそれ、だから見ない日ないもん、ね、そうですね。だからおとついのロンドンハーツに有吉と出てた時に、うん、うわこの2人来たかと、僕初めて見たんですよ、絡みを。はいはいはい、ま
正直キャラちょっとかぶってるところもあるじゃないですか、ね、うん、すごく面白かったですね。見たかったな。増若翼がボコスカにいじられるというだろうね、それはそこにいたらあれ面白かったですね、はい、これあれですか、人の名前とトピックスみたいな感じになってますね、今。だからその人の名前の方も今旬なというか、そうですね、こう話題の話題性のあるニュースですから。わかりました。本当は田中将大ニューヨークヤンキース移籍ですね、はい、ニュースですからね、はい、ということです。じゃあ続いていきましょう、はい、せーの、はい、おぼかた春子AC ミラーに移籍、背番号は10番に。違う違う、おい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 、ごめんなさい、僕この方知らないです。おい、嘘やろ、スタップ細胞。あー、あの方、早稲田大学の方ですね。そう、あー、名前が分かんなかった。あの格闘技で iPS 細胞のあの、うん、みたいな、ね、もっと、今までのこう生物学の常識を覆したと言われる研究発表をした人です。はいはい、あの山中さんっていう方が、はい、山中信也さん、ね、信也さんの流れなんですかね。流れ似てるんですか、まあ、全く別ではなさそうな感じですよね。似てはいるんだけども、また別の研究でしょ。あのこの小保方さんの研究機会に、はい、なんか映像でよく見るんですけど、なんかアニメのイラストとかが貼られますよね。それも話題になってる。あの方、あのちょっとムーミンでしたっけ。スナフキンとかがこのバカ高いこう医療器具にペッて貼ってある。はいはい、そうですね。あれもだから話題になる。で、割と綺麗だしっていうところでもやっぱり、記者会見の時にはめてた指輪が、はい、今もう発注がすごすぎて生産追いつかないぐらいらしい。で、あれなんですよね、なんかその慶応大学とかだとそういう新発見をした研究の方とか結構いらっしゃる中で、はい、早稲田大学でこういう風になったのがなんか初めてみたいなことも、ね、名前だけごめんなさい、知らなかったんですよね、はい、そういうのもでもなんか結構話題になってましたね。はい、もう今旬の人ですよ。ですね。中田が AC ミランに移籍すると偉いことです文武両道とはこのことです。本当ですね、うん、なかなかいないですよね。あ、なんか昨日僕ニュースで見たんですけど、はい、どこだったかな、カナダかな、カナダかどっかのアイスホッケーの代表の方かな、はいはい、がいて、その方は春夏合わせて6回目かな、5回目か6回目の出場なんですよ、はい、で、すごくカリスマ的なエースで、年ももう35ぐらいの方なんですけど、はい、その方、確か、アイスホッケーリーグの男子リーグに一人女子で入ってるっていう方がいらっしゃるんですけど、それと方と同じですね、そうなると。そんな感じになりますね。おぼかた春子さんは AC ミラーに女性プレー、女性プレーヤー、もう女性でも通用するということで入ってるんですね。カーボーギでプレーするって背番号10つけて、はい、はい、じゃあ次いきますね。はい、せーの、はい、ふなっしー AKB48 を卒業すると宣言。勝手にしろよもうそんなのない、特にもうこれもうツッコミはないですね、もうね、じゃあ最後にこれもちょっといきましょう、はい、せーの、石原さとみ朗読イベント開催。やったこれ別に言っていいんじゃないですか、って朗読イベント開催です。朗読イベント開催です、はい、これ見に行くよ、これ見に行きますね、石原さとみですよね。でも石原さとみが出てきたのっていうのは、これは何ですか、月9のヒロインのことなのか、あの、うん、世界ので最も美しい100人の日本人1位に選ばれたことなのか。それもあるんだけど、これは何のニュースかというと、その失恋ショコラティアに出てる石原さとみが可愛すぎるというニュース、はい、知らんがな、もう最後深夜さんのもう完全なるなんか、もうなんもうエゴみたいなところでこう選ばれてますね。あの一応もうすぐバレンタインということでね、はいはい、失恋ショコラティア出てるから、出てる、だから月9のね、月9の可愛すぎるというニュース、視聴率いまいちという噂の、まあそれはいいじゃない、いやもうそれはいいじゃない、可愛い、あもうでも深夜さんってその時その時で結構好きな芸能人さんがもう明確に変わるからすごいですね、面白いですね。あ、そうですね、はい、あの移り気が移り気な移り気になったり、移りやすいのかな、そうですね、はい、じゃあそんな移り気な深夜さんの、はい、6つね、あのミックスニュースはいできましたよ、はいということで、まあ意外とこう盛り上がるんですけど、はい、これあの結構間を空けないとあのネタがね、そうそう、はいはい、ニュースのなんだろう新鮮さがなくなるので、また忘れかけた頃にこれやりたいと思います。わかりました。ということで今回はここまでです。じゃあレディオパンボツ、また来週。さよなら。